ーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。ここで10番ボルトだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、早い、いきなりダウン。はじめから大変なバトルになっております。ここでピクリンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。勢いのある攻撃、大きなダメージ。さあ、ここで、よーし、ヒッ！白熱したバトルが続いております。ここで再起きです。よーし、当たった！あーっと、ダウン！残りのポケモンの数に差がついております。ここでサイホーンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。ここで波乗りだ！来たー！あーっと！一発の攻撃でダウンだ！ここで試合終了！セミファイナルバトルです。ここまで勝ち残ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。指示が出揃って、おっと、電磁波、おっと、麻痺してしまった。おっと、地球に潜ったぞ。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。おっと、ここでポケモンをチェンジです。ここでケンタロスの登場だ。さあ、これは急所にヒット。さあ、このポケモンチェンジがバトルにどう出るか。ここで地震攻撃、狙い的中。さあ、ここでよーし、ヒット。両者ともバテております。激しい攻撃、効果は抜群だ。あーっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここで呪文の登場だ。さあ、ここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。勢いのある攻撃、おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、今度はいい当たり。
さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでポケモンをジャッジだ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで集団スポルトだ。決まった。効果的な当たり。ここでダウンです。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでバリアードの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。さあこれは、おっと麻痺してしまった。さあこの場面で、おっと特殊能力がダウン。さあ激しいバトルです。バトルの姿勢に移っていった。よし当たった。さあここで、おっと特殊能力がダウン。白熱したバトルが続いております。あーっと大爆発だ。大きなダメージ。あーっとダウン。あーっと両者共倒れだ。ここで試合終了。ファイナルバトル。果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。戦う構えに入って、ここで銃弾スポルトだ。おーっとこのポケモンではまずかったか。おっと麻痺して動けません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっとステミタックル。よし当たった。あーっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここで白龍の登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで猛烈な吹雪。おーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと刺激で倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでメノクアゲの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。ここで地震攻撃。効果は抜群だ。あーっとあっけなく倒れてしまった。おめでとうチャンピオン決定。